はいどうもお疲れ様ですこのねやらないリスクに、まあ、こう並べてですねやれないリスクやれないっていうのもあるのかな例えばうーんどうなんですかね60代でこれからネットビジネスコツコツと積み上げて5年後10年後に症状を合わせるってこれなかなかやる気になることがないのかなと思うんですけどもまあでもね 例えば40代とか50代でネットビジネス始めたら、当然60代でもやってると思うんですよ。それこそでかい資産をボーンと積み上げてね、はいもうリタイアですよっていうふうになれば別ですけども、まあ私が考えるところね、40とか50で始めて、じゃあ10年以内に一生分の資産ができましたってことは、これまあないのかなと思うんですよ。そう考えていくと、まあ私が思うところね、 60から始めようかなと思ったら意欲はあんまり湧かないけど40から50から始めたらその時のモチベーションがずっと60代でも70代でも続いていて、うん、やっていけるのかなとでも60代とか70代でだけを切り取るとなんかそっから始められない人といやもう継続的にやってるんだよって人といるんでしょうねきっとね、うんまあ、だから早く始めないとなんか結局 ものすごいやれなない年代に入ってくるのかなと思いますね私も多分ね40代だだったたかからまでできんんじゃないかないと思うんですよこれから人生何とか取り戻しても50代からの人生が待ってるって思ったからっていうのとあとねよざつばさんがね言ってたんですよもう遅いと思えば思うほど始めた方がいいって50代でも始めた方がいいですよって、うん、だからそれに結構救われたところがあったかなと思いますね。 まあでもね、20代のヨザ翼が50代でもやった方がいいですよっていうのは本当にすごいあの救いだと思いますし、先見だなぁと思いましたね。まあそういうふうにいろいろと思う中で、今ね、もし60代の方でもっと言ったら70代の方でね、ネットビジネスに躊躇してるんだったら、それは躊躇する暇があるんだったら、早くやんないとね、残り時間少ないんだから。で 5年後とか10年後に照準を合わせたらさすがにね沸き起こるモチベーションも湧かないと思うんであの別に今月中に3万売り上げようとかね来月は5万にしようっていう風なステップでいいんじゃないかなと思いますこれは全然可能なんで60代の方でも70代の方でも今月中に、まあ、今6月1日ですけども今月3万稼ごうっていう風な初月のネットビジネスの結果目標で全然いいと思いますんでね。 まあそんなあなたを即可者が待っていますということで今日もニュージックさん本当にありがとうございました。お疲れ様ですいっってらっしゃい